わっさっ、ヤピマルです。そしてわーおっすぶでーす。おいしょー。はい、ということで今日のサムさん、はい、僕ゲール1250行ったんですよ。まあこいつ強いのはもうもちろん分かってるんですけど、1敗しかしませんでした。1負けです。おお、すごいですね。はい、でどこで上げたかというと、こちらカートレースです。新しく来たカートレースだって。はい、そうです。大げさでも、はい、大げさとかじゃないんだよ、もうそもそも。いや大事でしょ。はいはいはい、まあまあまあ、このね、モード実はそのカジュアル用に作られたらしくて、トラゲ専用ではないみたいな感じの公式が言ってたんですけど、はいはい、くっそ穴場です。マジであんまやんないのかな、みんな。いや、やんないとかじゃなくて、多分編成が良かったらマジ割と勝てるみたいな。あ、はい、まあまだ攻略法が分かってないみたいな感じの人もいるかな、ね、なんですけども、今日ちょっと公開しちゃおうかなっていう感じでやっていこうかなと思います。いやー、俺まだ分かってないのにな。いやー、見せちゃいますよ。俺がもうどんだけ楽にトラゲしてたかと見せたい、正直。いや、これはもうみんな真似するしかない。真似するしかない、もったいないから。はい、ということで今日はですね、1250いったリプレイをサムと一緒に見て、サムが実況してくれるということで、はい、やっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価をして、拡散よろしくお願いします。よいしょ、やっていきましょう。レッツゴーゴー。はい、ということで、じゃあ早速見ていきたいと思います。カートレースです。一応2マップかな、2つのマップをやったんで、ちょっと見ていきたいと思います。まずここだとね、真ん中ゲールですね。平成はこれ、こう固定って感じですね。そうだね、これが一番強くて、ジャッキーのとこがまあビビでもいいかなって感じ。じゃあバーリーゲールは結構欲しい。そうですね、バーリーがまず強すぎて、ゲールも。確かにここタンクが、あ、ミスって、ミスですね。これはうまい、ウルトですね。ひでひで。まあ、ジャッキーが基本的にこうやって車を進めていくパターンですね。で、この、そうですね。そう、このマップだと、ゲイルが真ん中で、まあ、索敵しつつ、タンクを見る感じ。で、基本的にこれね、解説すると、右はマジ放置でいいのよ。来たらやるみたいな。あ、はいはい、感じて、あとはみんなで青い方を進めていく。これちょっと諦めてますね。はい、諦めるぐらいの編成って感じですね。まあ別に踏んでる必要ないですもんね、赤の方はね。いや、そうなの。相手が来たら踏むでいいから。そう、ゲイルはだからどっちでも行けるようにみたいな感じ、このマップだとね。なるほどね。はい、基本はどっち、青、まあ、青ってかタンクにつくみたいなイメージ。なるほどね。はい、まあこの編成で、ね、一応スタパはまあ暴風かな、ゲイルは壁に当てて、そう、スタンの方。ああ、はい、最近強くなったやつですね。そうです、そうです。でガジェットはまあトルネードで、バーリーはスタパは多分もう何だっけ、超猛毒だっけ、ダメージの方。そうで、ガジェットはネバネバ、これが強いの、マジ近寄れん。ジャッキーがバーリーでも結構守りでもいけるって感じですね。そうそうそう、ここはそうですね、壁に貼り付けてやっていくみたいな。強くなったスタンでね、倒していくと。で、基本的に赤い方のカートに入ったやつは、まあ、ジャッキーとかは貫通しちゃうからあれなんだけど、ジャッキー以外はバーリーに任しちゃって大丈夫。なるほど、あー、そっかそっかそっか、ジャッキーね、貫通ってか、まあ、壁裏判定やるから、うん、バーリーはちょっときついと。そうです、ここはちょっと今回復してスタンさせて、バーリー待ちです。そこまで焦らなくても、青の方が進んでるんで、ゆっくりでいいです。ジャッキーがちゃんとついちゃえばね。そう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 、ね、強いし、相手投げいなかったらジャッキー止まんないし、うん、でこんな感じで1個のウルトね、全員合わせて。おー、最初のウルトミスがなかったかのようなウルトでしたね。いやー、あれはないでしょう。はい、こんな感じで結構早めに試合も終わるから、マッチかなっていう感じ。いや、マジでそうっすよね、早いっすよね結構。うん、止まらなかったらマジで早い。さあ、マップが変わりました。昨日のマップですね。で、こちらは、ビビとバーリーと、ジャッキーなんですけど、これね、またゲイル真ん中行って、両方に介入できるような感じにしたいって感じかな。でも、相手も強そうですね、編成これ。うん、結構タンクが強いからね。で、ここは、ジャッキーと、挟みに行くんだけど、軽くでいいです。軽く削ってあげるだけで、ジャッキー勝てるんで。なるほどね。うん。で、このトルネは、真ん中来させないように。で、横入ると、上まで上がると、バーリーも倒せるんで、横から。
はい、結構アグロめに行くと。うん、ゲイルはあの上まで行っちゃった方がいいです。自由に動いていい感じですね。うん、基本的にこの形かな。あの赤はバーリーみたいな感じで、でジャッキー来たら助けてあげる。でこれビビの攻撃なんか貫通するらしいじゃないですか、はいはい、あそうマジでそうなのよ。あそうだ、だからジャッキーとビビも結局その助けに行ってあげた方がいいわ。一応あーちゃんと見た方がいい。うん、まあでもネバネバシロップあるから基本的に勝てるから。まあここやっぱこれだったらジャッキー助けに、うん、そうだね、進んでるから結局ビビをよく見てるって感じですねこれ。うん、でなんかこのマップというかカートレス基本的にその上げられてもゲイルがその、まあ、フリーで動いてれば基本的にその相手の赤はそれ以上上げれないみたいな感じだから。あー、まあ確かに相当防衛強いもんね。そうだから 80% ぐらいまでいってもこっちが例えば 30% でも全然逆転できるゲイルがいると。そう、左側はさ一直線しかないじゃん。はい、ここで絶対上げないようにこうやって守ってれば絶対上げれない相手。ゲイルはマジで必須級のキャラ。そうね、ガチで強い。これマジで強かったね。さあここでゴリゴリですね。なかなか重そうだけど。いやこれもね、ゲイルとバーリーいたらマジで勝てるんだよ。まあ、ゲイルはわかるけどバーリーでいけちゃうの。バーリー全然いけちゃうね。ネバネバがマジ強すぎるから。そうね、ゲイルは倒しきるのも大事だけど、なんかそのやれそうな敵だったらなんかやらななんかちょっと残しといても全然大丈夫。あえてそう、ここはちょっとさすがに倒しきるんだけど下がいるから。はい、でここもはもう無視ですね。あのバズ見るみたいな感じ。まあカバー入って見る。そうそうそう。おわーおおいってる。あそこはね、そうバーリーいるからね、俺普通にトルネード置こうとしたんだけど間に合わなかった。早すぎた。これは味方のカバーがね、よかったね。そうそうそう、全員でカバーする感じかな。なんかそのジャッキーが見るのがめっちゃ基本だけど、あの入れ替わりとか結構ある。でここは、まあ、それは難しいよな。そうそう、そこは難しいけど多分やってると慣れてくる。さあここはトルネードで、ね、いいね、ちょっと読みだったね、早めに押したみたいな。反射ってより読みかな。お、ここはかっこいいこと言ってる。ありがとうございます。でやりきっちゃってフランケンのウルトもね当たんないからね。バーリーマジ強い。おお、ジャッキーが死んでる分バーリーがね、そうそうそう、踏んであげるっていう感じですね。結構強ない、この編成。いや強い、ガンガン上がってるね、うん、マジで強い。さあここもこれも結構強い編成ですね。バーリーがいると結構強いけど、うちにはゲイルがいるからみたいな。はい、タンクにはね相当強いですね。うん、だいぶ強い。さあここはプリも、そうね、横から見てあげて、ビビはトルネードあるから壁裏近づけと近づいてれば全然大丈夫。あばい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 、おー倒していく。バーリーも横から行けば大丈夫ですね。挟んであげる感じ、上を、ね、そう打つとかそんな感じで。投げてるとこと挟む、うん、わー強い。これめっちゃ気持ちいいでしょこれ。超強いじゃん。気持ちよすぎるんですよねこれ。アイテム使ってきた。もう65だから基本的に勝てる、何しても。でこれでもう相手にゲイルがいたらやばかったと。そう、うーん、いやでもね、そうだね、なんか立ち回りで結構変わるかな本当に。感染22も過ぎるね。そうなの、結構感染昇格戦なのかなこれ、わかんないけど。すごいな。さあこれは取られてるよ、うん、いや大丈夫大丈夫、余裕っす余裕っす。あの左取られてなきゃマジで勝てる。あのなんか 焦っちゃダメだね、負けててもゲイルがいればマジで勝てる。確かにね、今のね割とプリモが飛んできたとこをしっかり処理して、うん、そうそうそうみたいな感じ で, でジャッキーがバーリーきついから、なるべくバーリーを一緒に倒してあげてから、あの味方の方バーリーの方にあの行ってあげるっていうのが一番いいから、ジャッキーが上に上がってるのがすごい大事だから。あー、しっかりカートのとこに行く、ね、いやそんな感じです。超余裕でした正直。すごいな、はい、あ、もうそうだ、51言ってたんだこれ。で、あの味方の小学生ね。あー、え、すごいな、20も、はい、ガチで、マジで楽だったこれは。え、なんかあっという間だな、リプレイ見てると。はい、じゃあここでリプレイは一旦終わりと。はい、ということで、どうでしたかサムさん。なんか思ったより簡単そうに見える。あのね、ガチで簡単、分かれば簡単、本当に
このマップね、しかもマップっていうかモード、あのファングとかも結構来るんよ。はい、あ、はいはい。全然勝てる、ファング来ても。いや、鍵はゲイルと。鍵はゲイルですね。バーリーもやっぱ当てやすくてネバネバあるから強いけど、まあ、バーリーの方がでも重要かな、正直。まあ、てか、あの編成が強いみたいなところある、うん。ゲイルのとこルーにしてる人たちもいた。ルーでもいけるいけるみたいな。うん、このさっき紹介した編成が一番最強なんだけど、いけなくはないルーでもゲイルの場所。まあ応用みたいな。うん、エイムがいい人みたいな感じで。バーリーのとこも正直投げじゃなくても勝てるっちゃ勝てる。全然。ビビでもいけるんですかね。ビビでも多分いけそうだね。守りビビみたいな感じで。だって攻めに、なるほどね、そうジャッキー来るから、まあ、そうだね、跳ね返したりとかして。全然勝てると思うんで、そこら辺はやってみてって感じ。でも一応これが最強編成って感じかな。これはもうみんなチーム組んでやるしかないですね。いやマジでこの編成以外来たらマジで負けないって感じ本当に。なるほどね、うん、ミラーがちょっと怖いと。ミラーがちょっと真剣になんかいい勝負するかなって感じ。あとちょっと今日バーリー使っててきつかったのがクロウとエドガーがやっぱねきつかったね。バーリーメタ、あーそうモーティスとか、まあ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 そこはしょうがないでしょ、うん、だから逆に言うとバーリーメタで行ってゲイル入れとけば全然勝てると思う。まあはいはい、そうそう、守りに徹しているバーリーを倒せるキャラを使えば全然いけるかなって感じですね。いや面白いな、カートレス結構もろい結構奥深く、うん、いやけど編成はね硬いみたいな。競技までいかないけどなんかホットゾーンにやっぱ近いものあるね。あ、まあ確かにそう、うん、かなり面白かったんでサムさん、じゃあやりましょう今度。はい、わかりました。チャンスなんでね。チャンス。コンタテチャンスです、皆さん。ということで、今日はこんな感じで終わりですか？はい。はい、ということで、じゃあ終わっていきましょう。チャンネル登録と高評価、そしてサムの、チャンネルリンク下の概要欄に貼ったので、ぜひとも登録して動画見てください。サムちゃんと上げてるんで、最近。よろしくお願いします。いや、もう半年前ぐらいからずっと上げてます。ちゃんと。ちゃんと上げてるんで、登録してあげてください。サムを YouTube で食っていけるように、よろしくお願いします。おいしょ。はい、ということでやっていきましょう。皆さん、それでー、またバイ。